1975年の台風のデータ。台風の発生数は21個と平年に比べてかなり少なく、1951年の統計開始以降では当時2番目の少なさで現在も4番目に少ない記録である。なおこの年は台風1号が1月に発生したにもかかわらず、その後約半年間は全く台風が発生しない時期が続き、 7月後半になって、ようやく台風2号が発生した。気温、海水温の推移から見れば、季節的に1月は前年の延長上にあり、2月から新たな台風シーズンが始まると考えると、この年の台風2号は実質上台風1号であったと言える。そのため、もしもこの年の1月に台風1号が発生せず、7月後半の台風2号が、 最初の台風となっていた場合、1998年よりもさらに遅く台風1号が発生したことになり、1975年が統計史上最も台風1号の発生が遅い年となっていた。また、11月の台風20号は海上において中心気圧875ヘクトパスカルを記録するほどの稀に見る勢力に発達した。 19万 7501.01WO リング19万7 5 0 2 0 3ト前日の通り、この年は台風一号が1月に発生後、およそ半年間にわたり、台風が全く発生しない時期が続き、7月後半になってようやく台風2号が発生した。気温、海水温の推移から見れば、季節的に1月は前年の延長上にあり、2月から 新たな台風シーズンが始まると考えると、この台風は実質上の台風1号であったと言える。台風1号が消滅してから台風2号が発生するまでの180日12時間は、台風が全く存在しない空白期間が続いていたが、この年の空白期間の長さは統計史上6位となり、しかも年をまたがない空白期間の長さは過去最長となった。 19 7503.04W ベベン19 7504.06W ディディン19 7505.07W イタン19 7506.08W19 7507.09W19 7508.10W19 7509.11W ジェニン19 7510.12 W197,511.13W ヘルミン 197,512.14W アイシン 197,513.15W ラディン9月29日にカロリン諸島のヤップ島近海で発生した弱い熱帯低気圧は北上しながら勢力を強め10月2日9時には沖ノ鳥島の南西海上で台風となった 台風はその後次第に発達しながら北上。5日16時40分に八丈島の北およそ 20km 付近を時速 60km の速さで東北東に進んだ。台風の通過に伴って八丈島では5日16時40分に最低気圧947ミリバール、16時28分に観測史上1位となる。 最大瞬間風速秒速67.8メートル17時0分に最大風速秒速35.5メートルを記録した。台風は小型で移動速度が速かったため、八丈島での暴風の継続時間は極めて短く、平均風速秒速20メートル以上の強風が吹いたのは約1時間半であった。しかし、八丈島ではこの台風により、 負傷者85人、家屋の損壊2403棟、農業施設など産業への被害55億円以上という大きな被害がもたらされた。台風が八丈島付近を通過した5日の同等における総雨量は25.5ミ、mm、リメートルと少なく、被害のほとんどが台風の暴風によるものであった。八丈島は百三十八年九月にも台風によって死者一人。 行方不明者12人、負傷者33人のほか10か、非重か合わせて292個が全壊するという大きな被害を受けているが、この台風による被害もそれに匹敵する大きなものとなった。また、この台風の本土への接近により、八丈島の他にも、東京の南多摩、北多摩及び、区部の広範囲の地域に幸雨による被害がもたらされた。 台風が北上するに従い、当時関東地方を覆っていた寒冷前線が刺激されて降雨となり、町田市で最大時間雨量37ミリメートルが記録されたのを最高に、各地で大雨が降った。このため、普通火星や公共公居が一水し、浸水1763棟の被害を被った。 19万 7514.16W19 万 7515.17W マメン19万 7516.19W19 万 7517.20W オニアン19万 7518.21W ペパン19万 7519.22W19 万 7520.23W 炉心中心気圧875ヘクトパスカルという記録的な勢力にまで発達したが、これは当時台風としては1973年の台風15号と共に史上最も低い中心気圧の記録であった。しかし4年後の1979年に台風20号が中心気圧870ヘクトパスカルを記録するとこの記録は更新された。 197,521台風21号としては、統計史上最も遅い日時に発生した。ありがとうございます。